さて石川さん、はい、次はマクロレンズの世界についていざなっていこうかななんて思ってます。マクロ分かりますよ、うん、僕分かる。すっごい近くで撮れるやつですよ、ね、そう小さいものを大きく撮ることができる、うん、それがマクロレンズというものです。で、普段やっぱこう小さいものってどうなってるか分かんないじゃないですか、はい、なのでこう大きくマクロレンズを使って撮ることによって世界観が広がる、うん、アート性の強い作品になったりもするんですね。なるほど。それがまずマクロレンズの魅力の一つだったりもします、うんうん。そっか、普段見えないですもんね、そんなドアップではね。そうなんです。で、マクロレンズ最初に言ったようにこう中望遠型のも大きいサイズのもあるって言ってたじゃないですか、はい、で、あれを撮るときは例えば虫とか、うん、うん、鳥、いや、まあちょっと動きがあるもんですよね。そう、寄ったら逃げちゃうなっていう時のためにできればあっちを使ってほしいんですけど、はい、今回逃げないやつを用意しました、はい、こちらをご覧ください。お、なんか造花。そう、うん、造花じゃない、本物。本物？本物をデジハリアさんが用意してくださってます。そっか、よかったよかった。そう、じゃああれをちょっとアートっぽく撮っちゃおうかなって思ってます、これを使ってね。もうね、装着済みなんで。そうなんです。もううまくね、撮れますからね。じゃあ早速いきます。これは今光がまずこれどっから向いてるかっていうとあっちから差してます ね、まあ、なのでちょっと半逆光から撮ってみるのもかっこいいんじゃないかななんていうふうにね。こうやっぱ花びらとかねかっこいいじゃないですか、すごくね。寄るとまた全然見え方違いますもんね。ねえ、なんかこうかっこよく撮れんじゃないかなって思ってますよ。またあのおでことか映さないでください。わかりました。振りじゃないですよ、振りじゃ。僕もちょっとじゃあ、おお、この先端をどうですか。あ、いいじゃないですか。普段こんなにアップでね、なかなか撮らないですよ。そう、撮らないですから。こんな近くで見ることもないですね。そう、僕ももうあの40過ぎてるんで。優しい光と半逆光でね、花びらをクローズアップして撮れます。またなんか全然花びらじゃないものみたいな、ね、なんかこうちょっとアートっぽく撮れたりもするんですよ、いいでしょう。で、このなんかこれなんだろう、このつぼみみたいなね、つぼみみたいなのをどうですか。結構揺れて撮れるんじゃないでしょうか。撮れます、撮れます。あ、いいですね、そのしゃがむ作戦とかいいじゃないですか。さすが、いろんな作戦があるんで。うわ、でもいい感じ、ツッコミが。またね、これいい感じですよ、これ。本当、うん、どんな感じ。ちょっと私今真剣だから。真剣ゼミ広告。うわ、すごい、この葉脈みたいなまで。葉脈すげえ見える。でもね、なんかさっき撮ったのこれ、どうですか、これ。すごい、こんな風になってるんです ね、やっぱ見やすい、とてもクローズアップして撮れますね、うん、面白いね。これズームしてたけど戻してこれのままで寄っても大丈夫なんですか、これって。そうするとまた全然違うのか、撮れるのが全く答えてくれない。あれ、やっぱり、あ、ズームだと、あ、そっか、ズームで寄るのか、これは。ズームレンズだ。石川さん、眉毛がこんなに。あれ、葉脈まで見てます。僕の渋い、ナイスミドルの眉毛、これ。眉毛です。いや、撮られちゃった。こんなにアップで撮ることもできるんですね。何撮ってるんですか、急に。まあ、そんなことで、ね。いや、すごい面白いでしょ、うん、普段とちょっと見えない、ね、世界がね、うん、広がるし、なんか小さい小物とかね、うん、なんか集めたりとかしてる人とかはコレクションを撮るためにマクロレンズ用意するとか、お花とか虫とかね、いっぱいあるので。これは欲しくなってきたぞ。でしょ、そんなわけでね。これレンズっていっぱい欲しくなっちゃいますね。そう、お金足りないでしょ、本当に ね。だから用途によってやっぱり全然いろいろな種類を使い分けないといけないってことですね。そうなんです。
まずは自分の撮りたいものが何かを把握してからレンズは買うようにした方がいいですね。わかりました。はい。大富豪になったら全部買います。これ全部買いますね、じゃあ。全部買います。よし。シグマさんやった。やった。それではまた来週。何ですか？明日？来週。